はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。かいでさんち、チェイヨクはい、お元気でしょうか。ね、タカーラーともみさんね、すごい、あの、今のような、あの、爆発的な感じっていうイメージがないんだけど、あの、すごく、アーティストとしてはすごく、ね、 元々の顔立ちっていうのも綺麗だし、歌もすごく綺麗だなとは思っています。上から目線で申し訳ないんだけど、すごくね、うん、ちょっとキャラ的にはちょっと、ね、多少イラッとさせてしまう部分があったりとかしてたけど、うん、あの、小村さんとね、 えー、組んでた時はすごくヘイヘイヘイ「ヘイ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 で、まあ、見てたりしてたしよく見かけてたなーっていうのは <laughs> すごく印象なんですよね。で、えー、なんだろうなやっぱ小室さんって本当に天才だなーっていうのは、うん、その。 出出すす曲、出す曲、ほぼほぼそのヒットソングっていうかさミリオンミリオンを達成するようなミリオンっていうのかなもう本当に100万枚とかねかそこまでいかなくても90万枚とかさ CD をセールスしてた方であるんですよね。 あの秋元さんの商法みたいな、秋元さんではないけど、その AKB 方式の,その、ね、握手会、握手券か、あれが入ってない状態で、ね、ミニオン100万枚以上、達成するっていうことは、かなりすごいことですよね。うん その今はね、そういうのはあんまりないと思うんだけど、一人二枚ぐらいね。本当にコアな方は、コアっていうか好きな方は、まあ2、二枚ぐらい。写真集なんかでも、えー、に、え二、ー、冊買うのか。一、うん、つは保存用、一つはめでる用、みたいな感じさ、聞く用とかさ、そういうので、うん、一冊は、 必ず2冊は必ず、あのー、買っとくよっていう人もいますよね。うん、なんとなく気持ちはわかるような気がするけどね。そうそうそれで、うん、まあ結婚じゃないけどお付き合いしている間はすごく体調が良いというか。うん その精神面的なものも安定はしてたんだけど、えー、と別れたっていう報道がねあってそっからなんかすごく不安定な感じがしてたような気がする、うん、小室さんのために頑張れるみたいなね <laughs> まあそういうことは言ってないにしろまあそういう感じの雰囲気が出してたんでね まあ別れたっていうことになって不安定になってきたのかなと思ってます、うん。今ね、もうお子さんもいらっしゃるから、一人かな一人、二人ぐらいいらっしゃるんで、うん、うん。お子さんのためにも、うん、頑張ってるなっていうのもあるんでしょうね。うん、だけどまあ 3、4ヶ月ぐらいで20キロ以上痩せられるっていうのは、すごいですよね。本当に子供を1人分ぐらい痩せられたっていうことで、まだもうちょっとね、あのー、えー、痩せるっていうふうには言っていますね。50キロを切るわけではないけど、まあ、50キロ前半ぐらいはね、 なっほうがいいよねっていう <laughs> 形みたいです。うん。懐かしいっすね、河原さんもね。なんかああいう爆弾娘っていうかさ、うん。なんかぶっちゃけキャラっていう、まあ、イメージではあるけど、<laughs> あそこまで丸るとしてしまったのかっていうのもあるよね。<laughs> うん。でも ね三3、4ヶ月で20キロ以上痩せられるっていうのは相当ですよね。やばいものをね使ってんじゃないっていう感じもするけど、でも基本的には運動と、まあ、食事をちょっと変え、ちょっとっていうのかな、まあ、変えてみたら痩せたっていう感じなんでしょうね。うん。私もね、 その痩せる前のともちゃんみたいな感じになって、ね、その客観心できるんですよね。ああ、これ多分今の自分だなっていうの。そうなると自分が本気を出して3、4ヶ月すれば、ね、ともちゃんのような感じになれるのかなっていうのは、うん、思うところではある。<laughs> でもまあ、 か <laughs>、うん、といって同じメニューのものを、ね、運動量もそうだけどやってスルスルと痩せられるかっていうと、うん、っていうのまあるんだ多少ね、あのー、そのダイエットサプリじゃないけどそういう漢方的なものも含めて飲んでたりするのかなとは思います。 うん、それはそのお医者さんっていうかさダイエットのそのジムトレーナーじゃないけどそういう方がね、あのー、おすすめするものってね、うん、やっていたんじゃないかなとは思いますけどね、うん、まだちょっとねぽっちゃりしてるような感じがするけども まあ今その時点でのともちゃんが好きな人もいるし <laughs> またもうちょっと痩せていた方がいいかもしれないねっていうファンの方もいらっしゃるだろうけどねうん一応ね一応 <laughs>、うん、でもまあジムとか結構行ってたみたいなんであのー、まあちょっとジムに行くのはつらいなと といいうう方もいらっしゃると思うんですよ金額的なものも含めてだと思うし、うん、そのジムのトレーナーさんとの相性っていうのもあるだろうからねなかなかあのジムに行きづらいっていう方もいらっしゃるだろうしはい皆さんどうでしょうかもしよろしければご意見いただけたらと思いますはい以上です